皆さんこんにちは、花城ココアです。今日はじゃーん、辛ラーメンを食べたいと思います。ただですね、私ね、辛いものがねめちゃくちゃ苦手なんですよ。なので今日はこの辛ラーメンをアレンジして食べたいと思います。その名も辛ラーメンカルボナーラー。それでは早速作っていきます。ココチューブ。まずこちらに古びたフライパンがあります。ベーコンを炒めていきたいと思います。これ 180g 入りなんですけど、全部入れちゃう。いつも思うけど、ベーコンを焼いてる瞬間って幸せですよね。この美しい音、そして美しい匂い、もう最高よ。あー、ディズニーのスモークターキーレッキの匂いがする。辛ラーメンが流行り始めた時に初めてね、普通に食べてみたことあったんですけど、辛くてね、到底食べられなかったの。体はね、辛いのが無理って言ってるんだけどね、辛い味付けは好きなんですよね。だから今日はアレンジして食べちゃいます。めっちゃ跳ねるじゃん、ベーコン。まるでポップコーンなんだけど。ベーコンがね、だいぶ炒まってきたので、ここに生クリームを入れます。今日は2パックも入れちゃいます。カロリーを注入。このね、辛ラーメンの中開けていきます。粉末スープと火薬があるので、これも入れていきます。じゃあまず火薬。今回ね、3人前の辛ラーメン使うんだけど、火薬の中にもね、唐辛子が入ってるんですよ。だから辛そうなので、私は2つだけ入れます。結構火薬にも唐辛子入ってるんだな。そしてあとね、この粉末なんですけど、これもね、辛くなりすぎると嫌なので、とりあえず1つ分入れてみます。うわー、辛そうな色。じゃあまずは1つ分で混ぜていきますね。さっきまで真っ白だったのに、すごい辛い色になってきましたね。では味見してみますね。やばい。あー、待って、一袋でもめちゃくちゃ辛い。でも辛いんだけど美味しい。火薬はやっぱり一袋で抑えたいと思います。そしたら一旦このスープはね、どかしておきます。はい、じゃあね、次はね、別のお鍋を準備してお湯を沸かせました。この裏にはですね、麺は4分半茹でるって書いてあるんですけど、今回は3分だけ茹でたいと思います。2、3個と。じゃあこの状態で3分茹でます。グズグズしてて美味しそう。はい、では3分経ったので火を止めて、このスープに茹でた麺を入れます。おー、いいですね、いいですね。うわ、すごい量。絡めます。うわー、すごいすごい。そしたらこの状態で1分煮込んでいきます。生クリームの白と辛ラーメンの赤で可愛いピンク色になってますね。あー、もうこの段階で美味しそう。チーズを入れていきます。チーズをね、入れることによってね、辛さがね、抑えられると思うので。うわー、たっぷり入れます。チーズはね、たっぷり 150g ぐらい今入れました。混ぜて、おー、チーズのとろみがすごい絡まっていい感じです。そしたらちょっと真ん中穴開けておいて、今回カルボナーラっていうことなんでね、卵黄を乗せていきます。ほいほいほい。パセリをパラパラっと振って完成しました。辛ラーメンカルボナーラでーす。あー、美味しそう。それでは早速いただきます。多分チーズたっぷり入れたからちょうどいいと思うんだよね。うー、おいしい。最初の一口目はすごいね、優しい味なんだけど、後味がピリ辛、ちょうどいい、おいしい。の間っていう感じで美味しいです。ココチューブ。じゃあ卵を割りますね。卵最強。
でくっついちゃってる。生クリームとチーズと卵なんてね、失敗しようがないですもんね。絶対美味しい組み合わせ。やばい、チーズ入れすぎて固まってる部分がある。辛いけど止まらない。絶対に卵の卵黄はね、このカルボナーラにはなくてはならない。辛いのね、苦手な方は分かると思うんだけど、辛いのが苦手だけど辛いのが食べたい時あるんですよね。いや、試してほしい。さあ、チーズも生クリームもふんだんに使ってるから、普通にインスタントラーメンを3袋食べるよりもお腹にたまる。結構もうお腹いっぱいだもん。普通のこういうラーメン食べるとさ、最後の方スープ残っちゃうんだけど、もうスープ一滴残らずね、最後までね食べられちゃいそうです。それではラスト一口ベーコンでーす。美味しかった。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで本日は辛ラーメンをカルボナーラ風にして食べてみました。辛ラーメンをそのままね食べることができない私でも、ちょうどいいピリ辛になって美味しく食べることができました。ただカレーとかで言うならば中辛ぐらいの辛さではあるので、お子さんとかにはちょっと辛いかなと思うんですけども、辛すぎるものが食べられないけど辛いものが食べたいっていう方や、辛いの大好きだけどたまには違った食べ方で辛ラーメンを食べたいっていう方にもおすすめだと思います。皆さんもぜひ辛ラーメンカルボナーラ作って食べてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。どっちゃりレイドが出たかな。これはなモテると思ったのに、全くモテない。うわ。